スペイン第一共和制は、1873年に、国王アマデオ一世が退位した後、翌1874年に王政復古するまで続いた、スペイン史上初の短命な共和政体。公式国名は、スペイン共和国。作謀と、クーデターにまみれた、仙台城をイサベル二世の治世の後、アマデオ一世が、当時の政界実力者。 フアンプリム将軍らによって、サボイア家から迎えられ、スペイン国王として即位した。しかし、その知性もまた絶えず、政治的混乱に見舞われた。1871年1月に、マドリードへ入ったものの、プリム将軍は新憲法制定後に暗殺され、後ろ盾をなくした、アマデオ一世に対する風当たりは強まった。共和派からは、 国王の大位を求める声が紛失し、アマデオ一世は即位からわずか3年後の1873年2月11日に、自ら王位を退くこととなった。それに伴い、スペイン史上初の共和制が樹立された。しかし、共和国となった、スペインの統治は一向に安定せず、大統領が短期間に次々と変わる異常事態となった。 1874年には、カンポス将軍主導のクーデターが発生し、共和制は2年に満たない短命に終わった。スペインは、王政復古に国の安定を託すことになり、イサベル2世の息子アルフォンソ12世が国王に即位することで、スペインは再びボルボン家の王政国家となった。ありがとうございます。